だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も櫛田も平田も全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。